こんにちは。こんにちは。今日はですね、バトンチアリーダー部のですね、黒田部長と、池松チームリーダーということでお二人にお越しいただいてるんですけども、バトンチアリーダー部なんですけども、ジャパンカップ2023、日本選手権大会ということで、8月の17日からか大会としては、20日まで、東京の方で行われまして、東京でやってるよね、東京でね、はい、行われまして、大学の部ということで決勝まで行かれて6位入賞と、初めてということでチームとして非常に素晴らしい成果を残されました。おめでとうございます。ありがとうございます。まず部長どうですか、この6位ということでの賞状もありますね。皆さんから見て右手になると思いますけど、映像見てる人どうですか、6位になりました。率直な感想というか聞かせてもらえますか。嬉しい気持ちは一番あるんですけれども、まあ、ここまで練習してきた成果が一番出た大会なんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、しんどい練習であったりすごい辛いこともたくさんあったんですけれども、この16人で乗り越えれて最後の1本はすごい自分たちの練習の成果が発揮できて、この自分たちの今の実力が認められた大会だったんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。一番こう思い描いて浮かんだことって何ですか。6位が結構決まって会場でどういうことを思い起こしました。なんかこう、ああこういうことがあったなとか、苦しい場面とかいろいろあったと思うんですけど。そうです、まあ、投資っていうのをたくさん練習内でするんですけれども、まあ、その投資の本数であったり、またスタンツって言ったら、まあ、乗らないの不調に入った時であったり、まあ、うまくいかないことっていうのは続いたりしたんですけれども、そこをやっぱりそこで諦めるんじゃなくて、そこで這いつくばって乗り越えれたからこそできた順位なんじゃないかなというふうに思います。はあ、やっぱそういう、こう苦難を乗り越えてきたというか、はい、ああなるほど。で、池松チームリーダーはこの要は6位取ったチームのリーダーという、はい、ことなんですけども、どうですか、この最高の仲間だと思いますけど、どうでした、6位入賞で。はい、普段の練習などではこう4回生とか3回生が主に引っ張ったりすることが多いんですけれども、この大会では主に私がリーダーさせていただいてこう引っ張ったこともあったんですけれども、すごい2回生とか3回生からの意見もたくさんいただいて、提案であったりこういう練習もう少ししたいですっていったような言葉をたくさんいただけたので、こうみんなで頑張るっていうのが本当にこの練習内でも本番でもすごいみんなのことが心強かったですし、すごく本番も楽しめたなと思います。なるほど、楽しめたというところもありますけど、話に出てきた要は2年生とか3年生下級生のこう意見がどんどん出てきて、それをこう取り入れたというような話はありましたけど、この辺というのはこう特に最上級生だからここ意識して、なんかみんなでやって作っていこうよみたいな意識があったんですか。どうですか、この辺りのリーダー。はい、主にミーティングではこう最初にミーティングを行ったんですけれども、こう私たちがルールを決めて、その3つルールを決めたんですけれども、1つは黙らないっていうところで、こううまくいかなかった時とかどんな状態に陥っても発言をするっていうところは徹底してやるように決めたっていうところと、2つがあ隠れない、あちょっと忘れてしまったかもしれない。隠さない、黙らない、隠れない、時間大切にするっていうのを見つけて、こう自発的に行動するためのルールでもそれはあったんですけれども、一人一人がこう練習に積極的に取り組むっていうところと、日数がこう限られてて大会練習以外にも応援に行っているメンバーもいたので、一本一本一日一日大切にするようにしていました。なるほど、分かりました。それで本当に、チアリーダー部の歴史上初という6位と、なりましたけども、この大会に出るためにはその関西選手権というのに出て、それで上位じゃないといけないということなんですけども、まあ、皆さんから見て多分、左手になると思いますけども、関西選手権で準優勝と。どうでした、準優勝これも初ですよね。はい、キャプテンどうでした、準優勝できましたよ。この大会は私たちのこの
大会の演技としてはうまくいかなくて、一番大技である技が決まらなくてすごい悔しい部分で、大会終わった後はあまり喜べずにマットを降りたんですけれども、やっぱり自分たち そのマットを喜ばずに降りて、で最後の結果発表の時に準優勝って言われて、すごいあまりびっくりの方が多分全員強くって、でもそれなんで準優勝なんやろって思った時に、やっぱり自分たちが強みとしているのがダンスとかジャンプの平場っていうんですけれども、平場が強みであったので、やっぱりその結果を聞いた時に自分たちの強みが、大技は乗らなかったんですけれども、そこ違うところでカバーできてて、そこが準優勝につながったのではないかなというふうに思います。なるほど。でも準優勝って初めてですもんね。これ準優勝まで、関西ですけど準優勝まですれば、要はジャパンカップの大学部門の準決勝から出れると、これも初めてなんですよね。はい。どうでした、予選というかフライデー、金曜日にあるんですよね。はい。でもそれに出ずに直で行ったと。はい。どうでした、金曜日何してました？普段だったら、ね、去年とかもそうじゃないですか。はい。それ出て準決勝行って決勝みたいな、なんか普段とこう違かったんですか、去年までとは。はい。どうでしたか、チームリーダー。はい。金曜日に朝出発して、こう着いた後にすぐに大学の練習場をお借りして練習させていただいて、その後にこうフライデートーナメントの実際に行われている大会会場にも行って見に行った。はい。ほうほうほう。自分たちのこう明日戦うライバルであったり会場の空気感などをつかむことができたので、こういつもだったらフライデートーナメントで出て、こう体力であったり他のチームとこう戦うっていうところで次の日次の日とつながるのが結構体力面でもしんどいところがあったと思うんですけれども、1日目でこう演技の空気感であったり他チームを見ることができたので、準決勝の時には落ち着いて演技するように心がけました。やっぱこういつもとやっぱりね、その日は大体やってるのに自分たちが見る立場というか、これもちょっと新鮮だったのかなというふうに思うわけですけども、どうでしょう、このさっきの平場とかいろいろちょっと出てきましたけども、こう主にそのチアリーディングのこの大会でこう種目というかな、なんというかな、こうスタンツ組んだりいろいろあるじゃないですか。それっていうのはこうどういう感じであるんですか、いくつあって、で得点の方法もなんかその、応援的なものがに比重を置いたりとか、なんかいろいろ違いますよね。そのあたりちょっとキャプテン教えてもらっていいですか。大体チアリーディングっていうのは2分20秒か2分30秒の間で戦うんですけれども、その中にジャンプとモーションとダンスっていうのを3つは絶対に入れないといけなくて、で私たちはそこの応援団部門っていうのに所属しているんですけれども、応援団部門はそこのダンスの部分が20秒っていう長さで、すごい他のチームよりも長いダンスの秒数で戦って、それ以外はスタンツを主にするんですけれども、それもオープニングとコール部分と最後エンディングっていうのが入ってて、コール部分では音楽を鳴らさずに実際自分たちのカラーであったり他のチームもそうなんですけれども、それをコールを呼びかけてお客さんとコールのレスポンスをするっていう、それがチアリーディングの競技の大会になってて、で私たちはその中で応援団部門に入っていたので、ダンスの秒数が長くてそれも私たちの平場が強みだったので、そこもすごい有利だった点かなというふうに思います。いわゆる平場というのはこう応援とかそういうダンスの部分という理解でいいですかね。はい。はあ、なるほど。じゃあチームによってはそれがまた比重がスタンツとかの力入れてるところもあればみたいな感じですか。ジャンプとダンスモーション入れないといけないんですけれども、ジャンプとモーションはもう決まってて、モーションも4フォーエイトしないといけないっていうのが決まってるんですけれども、ダンスだけ、他のチームはだいたい15秒ぐらいなんですけれども、私たちは20秒っていう比率で、あ、秒数のだけじゃない。はい。あ、得点が変わるわけでもないや、比重がちょっと。そうやんね。あ、ごめんなさい。そうだからちょっと違うんですよね。はい。だからどこにこう重きを置くかというか、まあ、得意なところはどこだみたいなところになってくると思うんですけども、はい。なるほど。そこででもその応援って、まあ、普段例えば野球行ったりアメリカン行ったりしてるじゃないですか、まあ、それがベースになってくるんですかね、リーダー。そうですね、声の大きさであったり、うん、こう
手先指先表情まで全て私たちはこだわって揃えていたので、うん、そういうところではこう実際に向こうの会場に行った時にも自分たちの魅力として発揮できましたし、うん、こう他の大学の方のコーチであったり関係者の方からも関西大学は平場っていうそのジャンプモーションダンスが強いねっていうふうに言っていただいたので、すごい日頃の応援活動であったりこうイベントに参加させていただいていることをこう いいものとして本番大会でも発揮することができたなというふうに思っております。今回の、演技はなんかこうテーマみたいな多分あったと思うんです。なんかキャプテンどういうテーマでどういう何をこう表現するというか、うん、なんか どういうとこ一番こう見てほしいとかあるじゃない。やっぱチアリーダーのどういうところにこう重きを置いたというかポイントを置いたというかテーマというか、テーマというか目標は、うん、はい、もうずっと超越っていう2文字、超越、はいはい、越っていう2文字にしてて、うん、歴代の先輩方の記録を2019が歴代最高だったんですけれども、その記録を超えるっていう風にもう決めてて、それが目標だったので、それを超えるためにも、まあ、西日本関西大会の前に西日本大会っていうのがあって、うんうんうん、そこから、一つずつ超えていって、最後のジャパンカップで最後最長記録を残すっていうのを決めていたので、それを目標に超越っていうの言葉を目標に日々努力してましたし、その中でもやっぱり自分たちはその平場っていうのがもうずっと昔から関西大学はスタンツの技は他の学校よりもレベルが低くって、そこで戦うよりも平場のダンスモーションジャンプで点数を稼いでそこで見せきるっていうのが一番自分たちの強みでもあったので、その強みを最大限に生かすように練習してます。なるほど。で、まあ、準決勝ね、8月19日準決勝を迎えるわけですけども、得点的には、先に言ってしまうと、まあ、300点満点ということで192点かだったんですけど、チームリーダーどうでした、その準決勝のパフォーマンスを振り返ってというところで、あれ結構応援、もう映像で見たんですけど後ろ満杯じゃないですか、こう自分たちの後ろっていうのかな、前っていうのかな、もうみんな座っててうわーっとなんかいろいろ、どうでした会場の雰囲気も含めて準決勝のパフォーマンスというのは。はい、私自身、うん、ジャパンカップに出場したのが今年初めてだったので、はい、その場の空気であったりそこに行きたいっていうのが本当に2回生の頃からの自分自身の目標だったので、それを達成できたこう実感をかみしめていたこともありますし、こうチームのみんなは行ったこともあるメンバーだったり初めてのメンバーもいたので、行ったことのあるメンバーが会場ではこういう空気感だよっていうことをこう事前に練習の時から伝えてくれていて、こう練習から実際に会場のことを想像しながらできていたので、そのあまり動揺することもなく緊張することはあったんですけれども、こう場の空気に飲み込まれてしまうっていうことはなかったので、うん、そういったところでは自分自身の実力を発揮しながら楽しめたなというふうに思っております。キャプテンね、今チームリーダーから話しあった通り、こうやっぱ練習からそのジャパンカップの会場で準決勝や決勝の、まあ、あの舞台をもう常にイメージしながらこう練習に取り組んできたところあるんですか。はい、例としては、うん、同じ投資を練習なりするんですけれども、それの正面を全く同じにしていたら、その自分たちの練習場の同じ感覚しかないので、それをやっぱり違う、本番は違う正面ですし、その初めて見る舞台でやるので、それの練習も兼ねて正面をフィットネスの中でも正面を変更して投手の練習をしたり、また借りれるときは東体育館っていう大きいところで演技することによって、声の大きさであったりダンスの見せ方っていうのはやはりフィットネスより東体育館 その大きいところでやる方が本番に近い状態できるできたので、借りれる際は東体育館を使って全員で投資の練習をしたりしていました。なるほど。こう意識的にちょっといつもと違う環境というか、はい、そういうものを作っていることによってこう本番の空気、はい、イメージなんかをあれしたということですね。なるほどね。
で 192.6 点ということで、これで、まあ、決勝進出チームが決まるというところですね、はい、でここで6位だったんですね、準決勝で、はい、どうでした、決勝進出っていう瞬間というのはチームリーダーどうでした、はい、自信あった、自信はもちろんありましたし、ほうほう、すごいこう関西大会でもいい結果をいただいていたので、そういったところでこう自分たちのどこが評価されたのかなっていうところを分析して、うん、こう他校であればスタンツに結構重点を置いて練習されているので、うん、すごく難易度の高い技に挑戦していたりしているんですけれども、私たちは 私たちの魅力を出そうっていうところで、うん、ジャンプモーションダンスにこだわって練習していたので、そこを評価されたら絶対に決勝に行けるっていうふうにはこう実感しております。やっぱわーってなるわけや、はい、6位関西大学わーみたいな。あ、でもやっぱ自分たちの強みをしっかり分かって、その上でやっぱそこをしっかり、いや要は欠点じゃなくて長所をどんどん見せていこうみたいな、そこにこだわったみたいなところあるんですね、はい、なるほど、分かりました。でその準決勝なんですけど、これ決勝に行くにあたって準決勝の得点の半分が決勝に持ち越されるということなんで、はい、神田は96点かを持って決勝進出しましたと。で決勝の舞台です。これまた準決勝とはまた違う雰囲気というか、まあ、最後の方ですよね、本当プログラムでも、もう締めに近いようなところなんですけども、やっぱこう準決勝と違う雰囲気って感じました、どうでした、6位で神田、6位にいるぞと、今最高順位だぞみたいなところもあったと思うけど、一桁ってないもんね、はい、どうでした、決勝にの前というか、決勝の舞台はその会場もフライデーとか準決勝とは違って本当にお客さん満員の状態だったので、やはり歓声も本当にすごい、今まで聞いたことないような歓声もありますし、一番プログラムの最後が大学部門で、その中でも準決勝の一番下の順位から出場するので、私たちは12番目、12中7位、6位だったので、決勝は7番目で下からなので7番目で出場したんですけれども、まあ、その前のチームでもその完璧な演技であったらすごい歓声湧いていましたし、アップ上の時から皆さんの他のチームもすごい決勝に向けて気が引き締まっている緊張感のあるアップ会場だったので、そこでやるっていうのはすごい緊張もあったんですけれども、それよりお客様の歓声とかがすごかったので、それ決勝はもう1回限りでこのチームでやるのも最後っていうのは分かっていたので、やるなら楽しんで全力で思い切ってやろうっていうふうに思ってました。なるほど、はい、なるほど、まあ本当決勝の舞台本当に、でもなんかこうやっぱ決勝最後まで来たから楽しもうみたいなこう気持ちも強かったんじゃない、はい、ですよね、はい、やっぱそれで決勝の舞台またお客さんも満員の中で、どうでした、自分たちのパフォーマンスできました、チームリーダー、はい、私たちは関西大会の時からの練習から入れると約200本近くの練習をしてきて、こう本数っていうのが本当に自分たちの自信につながったっていうところもありますし、同じことを何本も何本も繰り返すことでやり方であったり自分たちが絶対に成功するやり方をもう掴んでいたので、それを緊張したり楽しむことはもちろん大事なんですけれども、そのいつも通りの自分たちを出すっていうところには、うん、絶対に守ろうっていうふうには決めていました。なるほど、で僕その映像でちょっと見たんですけど、ちょっとスタンスのところで少しちょっとこうミスがあったのかなと思うんですけど、それ以外はきちっとできてたのかなというふうに思いますけど、でこれで決勝の得点が 187.5 点ということで、その準決勝の得点の96点と足して合計 283.5 点と、この時点ではまだこう順位分かんないよね。 ある程度分かった。もう最後の方やった。演技したら、すぐ得点、うん、発表されるところに行って、うん、すぐ得点が発表されてから次の、うん、チームがやるっていう感じなので、得点は分かるけどひょっとしたら抜かれるかもしれないし、抜くかもしれないっていう可能性もあるやん、パフォーマンスが良くなくてとか、はい、順位は分かんないよねまだ。得点は順位出るのすぐ。コーチの方がメモってくださって、あ、それより前で。なんでしたら。それを見て、その自分たちが発表された時点では1位だったので、うん、6位以上っていうのは。そうか。順位が低いとこからやっていくから、はい、ああそういうことか。
キープできたと、はい、6位は6位以上が決まったというところやな、はい、あなるほど。じゃあその実際そのこう最後最終成績バッと出るじゃない、その時はでもそのままで分かっててもやっぱ嬉しかったんじゃない、はい、どうですかキャプテン。嬉しかったです。やっぱりあの歴代自分たちは超越するっていうのをずっと目標と掲げてたので、うん、それが目標達成できたっていうことが何より一番嬉しかったところあります。やっぱ超えたっていうのは例えば、ね、成績も超えたしその投資200本でしたっけ、はい、そういう、 こう練習量もやっぱ私たち先輩たちでもやってきたみたいな、そういう自負もありませんでした。だからできるんだみたいな、はい、自信みたいな、はい、こんだけやったんだからみたいな。あーなるほど。どうせ池松さんね、このチームを、まあ、ある意味引っ張るというか、部長はね部全体をというイメージなんですけど、そのチームが自分がリーダーになって、ね、憧れていた舞台で6位で、その時のチームリーダーですよ。なんか特別な思いなんかなりませんでした、涙が出てくるとかわかんないですけど、どうでした6位で決まった時、はい、私は正直あの全部の結果発表の時に驚きの方が大きくて、大会で練習でこう少しぐっと涙をこらえることはあったんですけれども、大会では驚きと嬉しさの方が強くて涙は流していない。やったーみたいな、うん、まあそうだよね、そりゃそうか。だってチアってどっちかってそういうね、やっぱこうみんなでこう笑顔でみたいなところあるから。あでもやっぱ練習は嘘つかないっていう感覚があったよね、やっぱり、はい、なるほどね。でもこの6位という本当素晴らしい成果を残されて、本当史上部史上初が3つあったんですよね。よく考えたら関西選手権で大学の部で準優勝、これも初で、ジャパンカップの準決勝から出れる、いわゆるシードされたと、はい、まあ、初やし、で今回の6位オールジャパンカップ3つ初物尽くしで、本当超越した成果を残されたなというふうに思いますけども、どうでしょう、まあ、最後にというか、まあ、優勝した帝京大学ですよね、確か優勝で、関西では一番2位が梅花女子か、で関西地区では2位かな、全トータル、はい、で日体大 IPU がいて、関太平洋大学か、はい、と愛知淑徳大学かの次は6と、どうでしょう、これよりもやっぱり、ね、来年また超えてほしいなと、後輩たちになってくるんですけども、はい、どうでしょう、まあ、ちょっと2つのことを聞くことになると思うんですけども、まあ、そういう後輩たちへのまだ超えてくれよっていう気持ちもあると思うし、その辺の気持ちと、まだ残ってるからね4年生、応援もあるし、まあ、その辺の部分の意気込みみたいなのを最後お願いしたいですけど、じゃあまずチームリーダーからいきましょうか。はい、私たちの記録は順位的には6位でこう歴代の順位を超越することはできたんですけれども、あの歴代の最高点数が203点で、その点数も目標にしていたんですけれども、うん、その200点の壁は超えることができなかったので、後輩たちには絶対に200点の壁を超えてほしいなというふうに思っております、うん、あこれ203点というのはあの単独でのというのは、準決勝なら準決勝、決勝なら決勝の単独ってことやね、はい、単独です、はい、203.5 点なんや、はい、おで、はい、すいません、はい、今後の活動についてはこう私たちの方針をステップアップっていうふうに掲げていて、こう関西大会からジャパンカップに一歩前進できたと思うので、その一歩進んだところからもう一歩進めるように、これからの行事も一つ一つ大切にして、最後のヘリオスパワーまでつなぎたいなというふうに思います。そうですね、12月ありますからね、はい、なるほど。じゃあ最後部長お願いします。はい、後輩たちにはやっぱりこの結果を残したので、さらに超越してほしいという気持ちもありますし、練習内で自分たちが合わせてきたところであったり、そのこうしたら絶対自信持って大会に臨めるっていうやり方を今回の大会で身につけた部分もあると思うので、後輩はみんな上手な子も本当にたくさんいて、みんなならやってくれるっていうふうに信じているので、来年もすごい期待していますということと、今後の活動については、もちろん一つ一つの行事、私たちは大会だけじゃなくて応援であったり依頼行事にも参加して、すごい本当にたくさんの行事にも参加しているので、一つ一つの行事をまず大切にするっていうことと、大会で学んだことっていうのは絶対に
本当にたくさんあって2、3、4回生で今回大会に出たんですけれども、一人一人成長した部分であったり気持ち面でも技術面でも成長した部分が本当にたくさんあるので、この成長した部分を次の後半の秋の応援であったり行事に絶対つなげていきたいなというふうに思います。なるほど、分かりました。本当にこの、ね、ジャパンカップの成績をさらに、ね、こう伸ばしていきて、で応援にも生かしていこうというところだと思います。今日は、バトンチュアリーダー部の、黒田部長と池松チームリーダーにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。